頂き物の、金のなる木、早速、倒してしまい、自立できなくなりました、と。いうわけで、サクッと、植え替えていきます。横に生えている赤い花は多分カランコエです。元の持ち主さん曰く長年植え替えていないとのことなのでいい機会だったのかもしれませんが、根が太いの切れてる。なるべくいじらず植え替えることにします。心配だなー。先日、植え替えたアロエと同じで、足らない部分を適当に足してあります。培養土を詰めていきます。大体の植え付け位置を確認。当分植え替えない予定なので、こいつを少し追肥しておきます。倒れないようにしっかり培養土を詰め込みます。なんとか自立してはいますが、不安です。結局、支柱をしばらくの間、つけておくことにしました。しっかり水を与え、風通しの良いところに置き、しばらく様子を見ます。転倒時に落ちた葉っぱとカランコエは、この後、挿し木しました。金のなる木が枯れるとすごく縁起が悪い、うまく根付いてくれることを願って見守ります。Thank you.
無事、根付き、成長、し始めたようです。よかったよかった。支柱は来年の夏まで、つけておきたいと思います。そのまま、鉢に移した、カランコへ、成長し始めた、ようです。伸びていた、ところは、切って、差し木してあります。こちらは、種から育てたミニトマトレジナ。今年はうまく育っているようです。これは鉢植えに最適。ホームセンターで衝動買いしてしまった。サボテン。植え替えていきたいと思います。今回は根を処理せず、そのまま植え替えていきます。ちょっとカキ殻石灰を足しておきます。はい、植え替えました。しっかり水を与え、大切に育てていきます。かわいい。ご視聴ありがとうございました。またの視聴をお待ちいたしておりますです。はい。過度な期待をしない方はチャンネル登録願います。